の新しいラケットが出ます。錦織くんの後継機です。東くんの後継機です。ラケットの名前はスチームの95と100、はい、になります。でもあのスペックは95の方は既存のスチームプロの後継機という形になります。でスチームの100の方は、スチーム100の後継機なんですけど、ちょっとラケットの形状がガラッと変わってますので、今日ちょっと寄っていただいて、そうですね、見ていただく、まあ、X ループではもうない構造になっていて、サイドは PWS 付きのこの出っ張りですね、うん、まあ以前の、105、あ、そうですね、あのツアービー X とか、そうですね、ツアーシリーズの105に近いをちょっとハードにしたような感じのスペックって感じですよね。まあ純粋にこうなんか割ってみると大きくして楽になったような感じの作りですよね。そうですね、感じは前の100はちょっと形がね、もう完全に違うラケットっぽかったですけど、うん、今回のはもう純粋に95と100っていう感じ、まあ、フレームも同じラウンド形状の感じです ね、まあ、ちなみにこれはまああのコスメが載っていないブラックのバージョンです。ちょっと間に合いませんでした。実際の、コスメはスチームの 99S と同じようなデザイン、ね、赤黒白のですね、デザインになりますね。フラマスコーチは今まで は、スチームの95ですね、から軽い方ですね、はい、まあ、それに近いんじゃないかな、これの、まあ、でも近く、そうですね、なりますね、うん、ただ今までのスチームの95、いわゆる280、290ぐらいの重さのスペックはなくなってしまったので、うん、まあ、ちょっとこっち100にするのか、この90、チームの95、まあ、今までの重さが295ですね、ちょっと重くなる感じ、はい、そうですね、はい、で、バランスが33、やっぱりちょっとトップヘビー、ちょっとトップヘビーですね、やっぱりですね。で、ラケットがちょっと長い長いのはそのままですね、0.25 長いですね、うん、両方とも同じです、はい、ただもうスペックそのまま後継機っていうのはプロの後継が95になると、こうですね、こちらの、はい、ですね、はい、はい、で新しいテクノロジーとしては、パラレルドリルですね。合わなかった。はい、あのアメアスポーツジャパン坂部さんです。ついに登場。ついに登場しました。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあラケットのご説明の方、はい、まずパラレルドリルなんですけども、縦10ホール、横14ホールを、フレームに対し、縦は、垂直に、穴を開けてます、はい、でそれによってガットとグロメットの干渉をなくしてスイートエリアを上に広がる効果があります。でここで何が一番いいかというと、追い込まれた時のディフェンス力、まあ、差し込まれた球に対して強い球が返せるというところの錦織君の要望によってこのパターンを開発しました。なるほどですね、はい、ちょっとトップ寄りにスイートエリアが広がる、そうですね、はい、大体ここら辺って言われているものがちょっとこう上にも広がってる感じと10ミリでした、約10ミリ、そうです、はい、10ミリ、はい、結構ウィルソンさんのラケットは真ん中がねスイート、うん、さっき僕エリアって言っちゃいましたけどスイートスポットっていう感覚があるので、うん、そうですね、まあ、それが、うん、あのはっきり分かれてるところが約1センチ上にも伸びるというか広がるという感覚 の、 あのコンセプトですね。それは100の方も同じですかね。100の方も一緒です、はいはい、なので、まあ、攻撃はもちろんそうですけどディフェンスにもメリットが出てくる。そうですね、まあ、元々トップヘビーなのでヘッドを効かせたショットっていうのは多いです、うん、で、まあ、使う方が多いんですけど、はい、まあ、プラスディフェンスでもしっかりカバーすると。おー、でしょう。柔らかい、柔らかい、前のモデルに比べて、前に比べても全然トータルで、うん、まあ、センター当たるにせよ上に当たるにせよですけど、うん、柔らかく感じる、うん、なんか、うん、と
厚く当たった時ほどやっぱりより球が乗る感じ。厚くっていうのはフラット気味に、フラット気味にバーンと当たってこうちょっとナチュラルにこう厚く当たってスピンがかかった時なんかにも球がよく乗ってる感じが分かる、うんうん、それがこう走ってたりとか振られてちょっとこう、まあ、ナチュラルにちょっとトップ気味に打った時に結構やっぱり外すとちょっと硬く感じるって結構多いと思うんですけど、うん、そういうのは全然感じないかも。なるほど。でよく実際球も飛んでる感じはする。使用感としては一つ前の今までの従来のモデルと比べてもそんなにすごく変化があるかっていうと、何かが大きく変化してしまった感じではないです。ないです。振ってみてもそんなにこう、まあ、スペックが同じっていうのはもちろんなんで、点で振った時の感じが大きく変わるってことはもちろんないですし、打球感打ってすげえ飛んでる飛んでないとかそういうのは全然なくて、純粋にこう球がよく乗ってる、よりコントロールしやすいんじゃないかなって思いますね、うん、まあ、ホールド感が大きくなりますからね、うん、なるほど。でかつやっぱりそのちょっとトップ気味にっていうのは多分今回のまあミソの部分だと思うんですけど、これはよくわかるんじゃないかな、うん。おーでしょ、やっぱ走らされると違いますか。違いますね。今のは多分普通のラケットだったらちゃんと返ってなかったと思うんですけど、このパラレルドリルのセットスポットの広さに。パラレルドリルって今言いたかっただけですね。はい、そうです、はい、でも普段使ってるラケットだともうちょっとこう本当今でいうガシャっていう音がして飛んでいくような感覚のところでうまく当たってしっかりと飛んでくれるかなっていう感覚はあるかなと思います。先の方で捉えた時の方が違いがより分かるっていう。そうですね、真ん中で撮ってる分にはそこまで変わりっていうのはないと思うんですけど、うんうん、追い込まれた時にはやっぱりどうしてもちょっと先端部分で当たっちゃうような時にそのうまく力が出せてるかなっていう感覚はあります ね、 なるほどね、はい、普段95を使ってるじゃないですか、はい、それと比べると100はどうですか。そうですね、僕今100を使わせてもらってるんですけど、まあ、ちょっとラケットの面が大きい分ちょっと振り抜きづらいかなと思ったんですけど、うん、全くそんなことはなく、うん、で重心というかバランスも少しトップヘビーの方にあるのでそんなに違和感なく使えるかなと思います。あ、そんなにじゃあ大きくなって。そうですね、違和感はないです。あんまりないんですか、はい、じゃあ95のスペックってなくなってしまったので、そうですね、なくなっちゃったので、まあ、95の、方を使ってた方は100の方が合ってるかもしれないです、うん、そうですね。プロの方はちょっとプロというか、まあ、プロの後継の95の方がちょっと重いですもんね、はい、そうですね、うん、普通の95を使ってた方からすると、うん、プロの後継機の方はちょっと重いかもしれないですね。村松コーチは どっちですか。僕は今の感じで言うと100の方が全然打ちやすいかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございました。はい、柔らかい感じがしますかね、全体的に。なんか打った時にそうですね、とにかく走らされた時にちょっと楽かなっていうのはすごい感じましたね、うん、柔らかいっていうのはでもどうなんですかね、前のモデルよりも真ん中で当たった時の感触はもう柔らかい、ちょっと柔らかく感じますし、それがこうちょっと上にずれても同じように変わらずに。なるほど。結構やっぱりこうトップで打つとバットがたわまなくなると硬くなるっていうのが非常にあるんですけど、うんうん、なるほどですね、そういうのが少ないっていうことと、やっぱりこれだけってやっぱりバランスが重いラケット、が重いラケットってヘッドがこう自然的に効くじゃないですか。そうするとやっぱり上目で打つっていうことって本当に多くなると思うんですよ、うん、なんで今回のそのスイートスポットエリアスポットがちょっと上に大きいっていうことのメリットっていうのは非常に普段普通に打ってても大きいんだと思います、うんうん、なるほどですね。ラマスコーチ、100の方のメリットはどうですか。100の方は、そうですね、僕普段95のスチームの方を使わせてもらってるんですけど、うん、そんなに大きさが変わらないのもありますし、打った感じもそこまで変わりはないかなと思います。で、まあ、一応そのスイートスポットがちょっと広くなったってことでディフェンス力っていうのも上がるとは思うんですけど、僕が今こう打ってた感じだと、こう球際のところでしっかりと、まあ、ディフェンスっていうのはそこでうまく、いつもだったらディフェンス的なボールだったのがちょっとオフェンス的なボールに変えられるような形になってるかなと思います。カウンターショットみたいな感じなんですかね。そうですね、はい、
ほほパラレルトリス最高です。Nice!